るのよ、この建物。警備も道中にいなかった、監視系能力者が中で監視してるのかしら。コードも調べたいけど、あまり派手なことをすると計画に支障が出る。とりあえず近辺の情報を得られただけでもよしとしよう。さて、戻るか。さて、あとは混沌と凍結が準備でき次第か。さあ、どんなやつかねえ。混沌の能力をしのいで、島内の9割の情報を抜き取る。ただものじゃねえや。空間掌握系能力、監視系能力の達人といったところか。見つけたぞ、これだ。案外早かったですね。能力っていうのは、綺麗に消しても微妙に残ってしまうもんだ。混沌の能力はそういうのを見逃しませんからね、助かりますよ。凍結の能力もそういう意味では便利だろ。ええ、否定はしませんよ。では、頭骨と一緒にこの能力者を捕まえてきます。頼んだ。みんな、ちゃんと羽織ったね。うん、とりあえずそれで顔がバレる心配はないね。ご主人、なんでそんなにフードが浮いてるんですか。遊びだよ。ほら、金も少し浮いてる。角とか尻尾出したら突き破るから気をつけないと。そうだね、こんな服じゃすぐ破けるね。とりあえず、白は島内情報を金に渡したんだね。うん、島内情報を金ちゃんにちゃんと共有した。うん、ちゃんともらったよ。監視カメラの配置もちゃんと覚えた。なら問題ないですね。あとはせっかちゃんが帰ってきたら、サイド作戦とルートを確認して、挑みましょう。見つけたぜ、犯罪者が。おとなしくしなさい。抵抗しなければ痛い目だけはありませんから。この人たち、私の想像以上に強い。で、どいつだ、情報を盗んだ奴は。あの銀髪ですね。なんだ、あの鉄工房は。異様にでかい。あんなのを軽々と。とりあえず銀髪だけは絶対に捕らえる。いけない、ここは時間を止めて回避。時空とと止め。これで一気に私が攻め。時空戦車、初めて見たぜ。だが、すべてを貫通させる能力、の俺の方が上だったみたいだ。さて、回収完了だ。他はどうする、凍結。引き上げましょう。数ではこちらが不利。下手に戦ってこの銀髪を逃がさせるわけにはいかない。了解、ならあとは頼んだぜ。しまった、吐くか。先には行かせませんよ。うるさい時計。舐めるな、あなたも人質にします。愚か。策もなく敵に挑むとは。私の能力、あらゆる攻撃、炎症を倍にして返す能力、これを見ることもなく3人一斉に襲ってきた時点で愚か者でしかない。任務完了、監獄島に戻りましょうか。くそ、ハフ。ここは目を覚ましたか、情報泥棒。なにこの人たち、とてつもなく強い。特に真ん中のピンクの人、あの男の人よりも格段に強い。まだ、状況がうまく把握できてないみたいね。頭骨、やりすぎよ。バカ、相手は時空を操る能力者だ。現に俺の攻撃を時間を止めて回避しようとしていたしな。そもそも俺のスピードに反応してたんだ。手加減してたら俺がやられてる。同感ですね。他にもメンバーはいましたが、冷静さを欠いてたおかげで難を逃れましたが、冷静に対処されていたらどうなっていたか。凍結が言うならそうなのだろう。凍結は冷静に判断できる男だ。うぬぼれがない分強い。それにしてもなんでお前はこの島内の情報を盗んだんだ。答えろ。どうする、このままだと私がどうあがいても逃げられない。答えませんよ、絶対に。はぁ、やっぱり拷問路線になるか。嫌になるぜ。俺もパスだ。野郎の拷問なら進んでやるが、女はパス。なら私がやろうか。若い女の子だとさすがに気が滅入るでしょ。大丈夫なのですか、彼女、相当強いですよ。でも、それじゃあ誰がするのよ。みんな、優しいんだね。勘違いするな、犯罪者のために自分の心に負荷をかけるのが嫌なだけだ。極悪人はそれを快楽として受け取る。いろんな国で、いろんな人を見てきた。あまり余計なことを喋らないことですね、でないと。騒がしいな、誰か来てるの。怖え、でも能力の波動は全く。ねえ、何かあったの。またか。情報を盗んでいた少女を捕まえたんだ、黙ってろ。本当なんなんだ、この現象は。俺の能力は、混沌を操る能力、能力の波を感知しそれを歪ませることができる。客探知はその力によって行っている。だからこそこの現象、全く理解ができない。なぜなら、能力の波を一切感じないからだ。波がない、つまり能力ではないから混沌が干渉できない。
まず、能力ではないのに、なぜこのエリア全員にあの異質姫の声が直接脳に届くんだ。そもそも異変は異質姫を保護した2年前からあった。異質姫を保護していた部屋が徐々に異質な物質に覆われた部屋になっていった。そしてそのままこの監獄島全体にそれは広がり、今ではあの頭骨の能力を使っても壊せない究極の監獄が完成したのだ。なに、みんなあの声を聞いてから、表情か。ねえ、その子を私のところに連れてきてよ、話し相手が欲しい。出た。いつもこの子は。かわいそうに、ろくな死に方しませんよ、彼女。ダメだ、こっちの用事が終わってないんだ、黙ってろ。なんで、なんで言うことを聞かないの。コントン、大丈夫。なんで、私の言うことを聞いてくれないの。おい、コントンまずいぞ。早くそのガキをあいつのところに連れて行け。わかった、わかったよ。連れて行ってやる。だから攻撃をやめろ。今すぐ連れてこないと。私、嫌だよ。コントン、大丈夫ですか。予定変更だ。金髪、俺についてこい。余計なことは考えるなよ。お前程度なら俺はすぐに沈静化するぞ。あの、怪我。いいから、怪我を気にするのなら、おとなしくついていきなさい。うん。さっきのはいいタイミングでした、頭骨。あれは完璧に危険度3に入ってたわ。あのままだとコントンは死んでいたかもしれない。忘れるわけないだろ。俺は危険度4を食らって、今の姿になったんだ。生きてるだけも受け物だ。とりあえずコントンが帰ってきたら即治療を。ええ、わかってるわ。そう。本当にこのタイミングで問題が起き始めた。用心しなければ。パト、起きて。どうしよう、起きない。まだ少し気を失ってるんだね。今のうちに別の作戦を考えないと。まさかこんなにも早く弱探知をかけて居場所と術者を特定してくるなんて。相当強いの。おそらくですが、以前からの異次元であった毒虫と同レベル、もしくはそれ以上です。戦闘力40億以上ってことか。間違いなく格上だね。そもそも、核の時間支配を破るなんて荒技初めて見たわ。監獄島の連中は想像以上に強いってことか。作戦を練り直しましょう。迅速に、出ないと核が危ない。そうね、とりあえずパトは私が起こすから、二人は敵の情報と敵地を比べて再度作戦を練り直して。うん、やられっぱなしでは終われないよ。そうですね、情報戦は私たちの負け、なら実力戦で次は挑む。勝ちますよ、絶対に。核の救出とオーブを求めて。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。